はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。綿貫町南、こういった道なんですけどね。今日はね、ちょっとね帰りましょうか。なんか胸騒ぎするから帰ろういつも胸騒ぎがしてるよねの北です。はい、諏訪神社だって。歴史なんだっけ、資料館、歴史資料館があるところなんですけどね。あのミノルタの昔のカメラ持ってきて展示してもらえますかって言ったんだけど、まあ、ちょっとカメラはいっぱいあるのでいりませんって断られちゃったんですね。
熊野町南、数の自転車。おお、1.3。前橋27、高崎、駒形もほい行ってもしょうがないし、左折します。ここにね、まあ、車屋さんがあるんですよ。ところにね、車が展示してあるんですよ。でもすごいよね、あんなに車って高いところへ天然温泉、天然温泉もあるんですけどね。島の町北、すごいよね車の展示。はい、ここを右折しますね。
向き矢印が出てますからね。来れば近いですからね。
な信号で引っかかっちゃうね。右側がね、日高遺跡って言うんですよ。まあ水田跡っていうかな、そういったものがある、ね、なかなか復元をしようとしてるんだけど進まないよね。絶だけど、まあ、ドスパラ行ってももう何も見るものもないし、停止なんですよ。気をつけないとね。今一時停止違反って7000円ぐらいなのかね。どうしますか、ヤギ組みヤギ組みに行っても